皆さん、毎度毎度、第三秘書課の舞です。サム先生おはようございます。サム先生のコメント、若い時は美容漬けで、美容師さんは給料安かったですよね。ろくに自由を満喫できなかった。50を境に残された人生、美容師後、趣味後でやってきたいと思ってます。バカみたいに寒い中、サーフィン練習ご苦労様です。今年の夏は女の子に、何考えてるのかな？女は魔物よ。注意してね。サム先生が今まで何十年も、培ってきた技術や知識を、伝授しないで消滅しちゃいますよ。と言っても消滅した技術、必要ない技術もあるから、そんなにムキにならなくてもいいか。気楽に行きましょうね。M 先生おはようございます。ヘアースタイルに甘いのから祈って、昔、砂糖に詰めてジェルみたいのこしらえた美容師いたわ。それじゃない。違うよね。ふふふ。その美容師さん都内で働いてるから、電話して本で見たんだけどって言って聞いてみたら、動画の方は、長さ2センチカットするレイヤーのお姉様です。今時レイヤーは若い方じゃないですよね。ミドル以上の方は切りすぎ注意してね。特にレイヤー系は、すぐに短くなった気がするから、油断しちゃダメ。切りすぎは嫌われても知らないからね。2センチと言われても1センチ8ミリくらいにカットするのがコツだかんね。
疲れ様です。おじさんのクラウン、アルコールで内装の色が抜けたみたい。そのうち画像を出すから、見てよ。日比野先生お疲れ様です。公務だけど簡単な改造を目指してたけど、無理っぽいね。米先生お疲れ様です。今後も良きアドバイス、お願いいたします。深川先生お疲れ様です。今日は第三秘書課の舞と申します。今後ともよろしくお願いいたします。